山脈を砕く怪力巨人ハルク、紺碧の大地にそそり立つエメラルドの巨人を君は知っているか。山を砕き海を裂き星を揺るがすパワーが吠える。この大地も夜空の星さえも彼にとっては全て必殺武器なのだ。圧倒的なパワーを持って迫りくるその姿はまさに筋肉最終兵器。力こそ正義を地でいく男、超人ハルク。究極のタフガイウルヴァリン、地球最後の野生、それがウルヴァリン。野獣の方向が響くとき、ヤツの体は一陣の風と化す。両手に宿したアダマンチュームの爪がきらめく瞬間、ヤツの目に映る全ての獲物は稲妻と共に引き裂かれる。この獣を止める術がこの地上にあるというのか。その存在自身がウェポン X とも言える。絶対野生ウルヴァリン、でも親父である。あなたの親愛なる隣人スパイダーマン。放射能雲に噛まれた男ピーター・パーカー、彼はその時より雲の能力を手に入れ、正義のために摩天楼をかけるスパイダーマンへと転身した。風より速いそのスピードから繰り出される連続技は他の追随を許さない。どんな強敵もマキシマムスパイダーでコテンパンだ。雲のように舞い、雲のように刺せ、正義の狩人スパイダーマン。静止不能の人間重戦車ジャガーノート、立ちふさがるもの全てを破壊、誰にも止めることはできない人間重戦車ジャガーノート。その拳はあらゆるものを砕き、その体はいかなる攻撃にも屈することはない。まさに静止不能の絶対破壊者、それがジャガーノートである。うなりを上げて突き進む怒涛の巨体は静止不能、いかんともしがたい大暴力が世界を包む。飛べ、走れ、砕け、そして輝け、ジャガーノート。戦え地球に厳しい乱暴者。次回をマグニート、磁力を自在に操る次回の帝王マグニート、ミュータントの未来を誰よりも真剣に考え、何者よりも同胞を慈しむ彼の前に銀河の彼方から暴力の使者が現れた。同胞を襲う理不尽な大暴力の前に次回王の怒りが炸裂する。シンクのスーツに身を包み、今次回王の強大な力がほとばしる。必殺のマグネティックテンペストが地軸を揺るがす時、君は次回王の真の姿を見る。空かける黄金の騎士アイアンマン、心臓に損傷を受け機械のサポートなしでは生きられない体になってしまったトニー・スターク。しかし熱くたぎる正義の心は彼を巨悪渦巻く戦場へと駆り立てた。アイアンマン、それが鋼鉄の正義。空を飛び地を駆けるその姿はまさに黄金の騎士のごとし。全身から繰り出される超兵器がうなりを上げるとき、この世の悪はその存在を抹消されるという。戦え鉄人社長アイアンマン。ファイティングドールサイロック、忍びの技か、それともあやかしか、妖艶なるミュータント戦士サイロック。疾風怒涛の対実と研ぎ澄まされた忍術のコンビネーション、そして必殺のテレパシーを駆使して彼女は時代の闇を断つ。ベッツィ・ブラドックの素顔を隠したまま彼女は戦い続ける。ミュータントの明日のため、そして自分を取り戻すために。戦うアメリカンスピリット、キャプテンアメリカ。第二次世界大戦中、一人の男が超人兵士へと改造された。男の名はスティーブ・ロジャース。自由の地アメリカを守るために戦い抜いた彼は終戦とともに長き眠りについた。しかし彼は蘇った。自由と正義、
そして未来を守るため博愛の戦士が再び立ち上がる。キャプテンアメリカ、正義は正常期とともに。混沌の破壊者シュマゴラス。混沌の中から生まれた謎の生命体シュマゴラス。どこから来たのか、なぜ生まれたのか、それを知る者はこの宇宙に一人としてなし。だが一つだけ確かなことがある。なぜ戦うのか、その目標は全生命体の完全抹殺。緑なす地球に息づく生命体を絶滅させるため、破壊の鼓動が不気味に響き渡る。地獄の王子ブラックハート。人知を超えた深淵なる闇の中で狂気の魂が目を覚ました。父なる悪魔王メヒストに造反して正気と地位を奪われた冥府の王子ブラックハート。震える魂が世界に混沌の渦を巻き起こす。千の魍魎と千の狂気と、そして久遠の悲しみを引き連れて彼はさまよい続ける。父の命を、そして世界の命脈をこの手で断つために。鉄仮面の暴君ドクター・ドゥーン。冷たい仮面の下に地上最高の頭脳と、そして冷酷無比な素顔を隠した鉄仮面の暴君ドクター・ドゥーン。冷酷な天才はその手腕を己の野望のために使い、地球全土を統一するために支配の手を世界に広げる。ヒーローたちの前に立ち塞がる冷徹な鉄仮面、狂気をはらんだ想像を絶する超兵器の数々に打ち勝つことができるのだろうか。震える天帝サノス。宇宙最強の秘宝インフィニティジェム。木星のタイタンから飛来した震える天帝サノスはこのインフィニティジェムを使い銀河を恐怖のどん底に叩き込んだ。死と恐怖の嵐が天空を包み、地球はかつてない未曾有の危機にさらされる。全てを無にしサノスの圧倒的パワーが銀河を狂気の屠殺場と変える。今こそ立ち上がれマーブルスーパーヒーローズ。世界の明日をつかむため、クルエル天帝の暴走を止めるのだ。各キャラの基本的なコンボを CG 付きで紹介だ。簡単なコンボだからといってバカにすんなよ。どんなことでも基本ってやつは大切だからな。
実戦で使う全てのコンボをコンプリート。過酷なバトルを生き残りたいならこいつを使うしかないぜ。
したな。これが俺たちのバーニングスピリッツ、華麗なコンボを Look at for you。 CG で操作を見ればたちまち君もプレミアム。こいつを決めたらこう叫べ、パーフェクト。戦いに卑劣な手段を使うやつ、ヒーローの戦い方を知らないそんなやつらにはこいつをお見舞いしてやれ。Red ball.
ファンタスティック、ついに始まっちまったぜ。バトルをものにするのは一体誰だ。あっと、こいつは愚問だったな。戦いを制するのはもちろん俺たちさ。この戦いを見た人はきっとこう言うだろう、ナイスファイト。ゲームクラッシュ、Yeah.
Smart. Ball! Crush! I'm a gem!
Round three, fight!
JJ. Three,
am a crush. K.O. Glory wins. Rookie. Round two. Fight. I'm Jim. Ha!
Yeah!
Who's next? ジャパニーズのちびっ子たち、俺たちの戦い気に入ってくれたかな。ここに紹介した数々の技を得得して、君もゲームセンターのスーパーヒーローだ。しかし大切なのは小手先の技ではなく、倒れても倒れても立ち向かっていく不屈のファイティングスピリットだ。その精神を得得した時、君は叫ぶだろう、アイアム